岡田忠幸は茨城県三海道市出身のオートバイロードレースライダー。ロードレース世界選手権最高峰クラスの日本人最多勝利記録保持者。血液型は O 型。愛称は 2D。高校卒業後、筑波サーキットでロードレースデビューを果たす。当時は筑波サーキットのコースマーシャルをしながらのレース活動であった。1988年。 国際 A 級に昇格。TS 関東から全日本ロードレース選手権、GP250 クラスに参戦。その走りが認められ、翌1989年に、ホンダのサテライトワークス格のキャビンレーシングに加入、ワークスマシン NSR250 を手にするや、全日本 GP250 チャンピオンに輝く。1990年にホンダワークスのチーム、HRC に移籍。 1991年まで全日本 GP250 を3連覇する偉業を成し遂げる。1992年は4連覇を期待されるも、ライバルの原田哲也にタイトルを奪われ、ランキング2位。鈴鹿のレースは、原田との激しい戦いの末、写真判定でも決着がつかず、史上初の同着優勝となった。4年間の活躍を認められ翌年からの、 WGP 参戦の切符を手にする。1993年、念願の WGP 進出を果たすも、同じく世界にステップアップした原田哲也が参戦初年度にチャンピオンになったのに対し、岡田は1995年までの3年間に2勝するにとどまった。その上、全日本時代からライバルで、同じ本田に所属する伊藤真一が岡田と同時に、 世界選手権に進出したが、伊藤が参戦するのは、世界最高峰の GP500 クラス。岡田自身も最高峰クラスに参戦したいのは、当然であるが、それに見合う結果が出ていなかった。そんな、岡田の転機となったのが1995年の鈴鹿8時間耐久ロードレースだった。岡田の所属するホンダは、鈴鹿8体優勝を、 WGP GP500 クラスのタイトルと同じ価値として捉えており、岡田にとってはクラスアップへ向けた絶好のアピールの場であった。そしてアーロン・スライトとのペアで挑んだ岡田は優勝を達成し、翌年からの GP500 参戦を現実のものとする。1996年開幕戦、岡田はワークスのレプソルホンダから GP500 にデビュー。 ホールポジションを奪ってみせた。ホンダの主力 V 型4気筒の NSR500 に比べ非力な V 型2気筒の n s r 5 0 0ボルトでの参戦ながらランキング7位を獲得。翌1997年活躍が認められ NSR500 を与えられる。インドネシア GP では当時圧倒的な強さを誇る王者マイケル・デューハンに競り勝ち GP500 初優勝を達成。 ランキングは2位まで上昇した。GP500 点4年目の1999年、岡田は3勝を上げランキング3位。また、アレックス・バロストのペアで臨んだ、鈴鹿8体でも優勝、2勝目を記録し、自身最高のシーズンとなった。しかし2000年は一転して不振に陥り、日本 GP の3位が最高のランキング11位。伊藤との初ペアで挑んだ、 鈴鹿8体もフリー走行での転倒で、足首の人体帯を断裂、決勝への出場を断念するなど決して良いシーズンではなかった。そしてこの年を最後に、岡田は WGP から撤退する。WGP を離れた岡田は2001年、ロードレース界のもう一つの世界選手権、スーパーバイク世界選手権に参戦する。新規一期待されたシーズンであったが、結果は、 未勝利に終わり、チームメイトで前年チャンピオンのコーリーン・エドワーズとは、水を開けられた。また、前年の雪辱を果たすべく、必勝を誓った鈴鹿八代では、トップ争いの最中に自ら点灯、2位に入るも、それは、岡田の望んだ結果ではなかった。2001年全日本ロードレース選手権最終戦、鈴鹿 SB クラス、スポット参戦で2位に入った、このレースをもって、 岡田は第一戦を退き、シリーズ戦からの引退を表明。翌年からの全日本チーム、HRC 監督就任が合わせて発表された。その後、ホンダのモートジッピー助監督や、イギリススーパーバイク選手権監督を歴任。主な教え子には、玉田誠、ミッキー・ヘイデン、清成隆一がいる。2006年に、宇川徹トールに代わって、ホンダモートジッピー、 テストライダーに就任。ホンダのタイトル奪還カにへ、縁の下の力持ちとなっている。シリーズ戦は引退しても鈴鹿八体には2008年を除き毎年出場しており、これは同い年のライバル、伊藤慎一が未だに現役ライダーとして活躍していることに対する対抗意識があるものと思われる。ただし、伊藤との仲はむしろ良い方で、四輪のスーパー対9では、 チューブの松本玲士、伊藤とのトリオでインテグラを借り参戦したりもしている。2008年、ホンダの新開発ニューマチックバルブ搭載の RC212V の実践テストとして2000年以来となる WGP イタリア GP にスポット参戦し、14位入賞を果たす。また、日本のモートジッピー放送解説者としても活動。辛口解説者として知られ、 特に前日の弟子に対してのコメントは厳しいものがある。2013年からチーム監督として、井手光本田チームアジアを立ち上げ、高橋祐希、中上隆明を擁して、モートに元3クラスに参戦。2018年に、青山博和に監督のポジションを譲った。1988年から1992年までのポイントシステム、1993年からの、 ポイントシステム、ありがとうございます。